大阪府警察高速道路交通警察隊永田分駐所。最も交通量の多い阪神高速道路を受け持ち、日夜多忙を極めている。はい、高速道路永田分駐です。はい、事故。午前4時半ごろ、阪神高速境線で事故発生の通報。直ちに現場に向かった。現場では左車線に事故を起こしたと思われる乗用車が停車、路側帯に軽ワゴン車が止まっていた。そして路上に死体、死亡事故である。被害者のものらしき靴、路面に付着した肉片、そしてその先に止まる事故を起こした乗用車、一体何があったのか。乗用車の全部は原型をとどめていない。ボンネットがくの字に折れ曲がり大破していた。怪我をした乗用車のドライバーはすでに病院へ運ばれていた。隊員はもう一台の軽ワゴン車の状況を調べる。だが損傷もなく謎だらけである。まもなく交通鑑識係が到着、鑑識活動を開始した。なぜ重大な死亡事故となったのか、鑑識班高速隊員ともに関係車両及び現場を徹底的に調べる。死亡した被害者のものと思われる軽ワゴン車にはなぜ破損の痕跡がないのか、入念な現場での調べによってこの謎を解明する。そしてついに結論が出た。路肩に止まっていた軽ワゴン車のドライバーが何らかの理由で車の外へ出たところ、走ってきた乗用車に轢かれたものと断定、即死であった。高速道路ではちょっとした不注意が取り返しのつかない事故を招くケースが少なくない。処理が終わった頃は夜が白々と明けていた。